にちは。サンドのささゆりヒーローが好き、特撮女子のパンナです。今回は特撮ガセビアの沼の第5弾ということで、引き続き特撮ファンの間でよく話題に上る事実無根のガセビアについて、有名な事例を取り上げ解説してみたいと思います。それでは行ってみましょう。カイザスラッシュの技名、以前取り上げたテレビスペシャルのインペラー八志俊幸説や、鉄腕探偵ロボタックの狼王ロボ由来説など、全くの事実無根のガセネタがネットを通じて広まってしまった事例は、特撮界隈でも枚挙にいとまがありませんが、今でも根が深い問題の一つに仮面ライダーカイザの技名をめぐる錯綜があります。ファイズという作品はなぜかスパークルカットの技名が昇格関係の資料に載っていなかったり、アクセルフォームおよびブラスターフォームの強化技の表記がアクセル〇〇ブラスター〇〇系列と強化〇〇超強化〇〇系列で揺れていたりと、公式媒体における技名の開示が謎に中途半端なところがあり、カイザのカイザブレイガンブレードモードによる斬撃技についても公式設定のカイザスラッシュが周知され定着するまでにかなりの時間を要しました。この公式情報の穴につけ込むような形で一時期猛威を振るっていたのが、カイザブレイガンの必殺技名はゼノクラッシュであるというガセネタ。これは放送当時の掲示板かどこかで誰かが勝手に言い出した捏造技名なのですが、多くの視聴者に公式設定と誤認され、あちこちのサイトに書かれまくっていた時期があり、なんなら20年近くを経た今でもツイッターで普通にゼノクラッシュと言っている人が多くいます。これに関してはカイザスラッシュという技名が多くの公式資料には掲載されていない上、本作でライダー名を直接冠した技名は他にオーガストラッシュしかないこともあって、カイザスラッシュだけ他の技名とセンスが違って浮いていると感じる人も多く、より中二っぽい響きのゼノクラッシュがそうした人たちに妙に刺さってしまったんでしょうね。後にこの技名が公式資料に存在しないことが指摘されるようになってからも、フリーの百科事典サイトでは小説版ではゼノクラッシュと呼ばれていたなどと堂々と大嘘を書くユーザーがいる始末でした。実際には桜庭和樹氏による劇場版ノベライズにも、井上俊樹氏による異形の花々にも、そんな技名が出てくることは一切ない。というか映像作品のノリで必殺技を繰り出すシーン自体がほぼ存在しておらず、これは全くのガセネタです。一応今年の3月頃にはピクシブ百科事典からゼノクラッシュの表記は消えたようですが、ツイッターで検索するとまだまだこの技名を何の疑問もなく使っていたり、公式媒体で2つの技名が競合していた時期があったと誤解している人も多く、ブラックの変身ベルトはバイタルチャージャーや、手記の本名は品川しおりと比べても誤情報であることの周知徹底は不十分であるように感じます。それもこれも乾匠ってやつの仕業なんだ。いや、ゴルゴムの仕業か。オノレディゲイド M78 星雲の由来。ウルトラシリーズに登場するウルトラマンたちの故郷 M78 星雲といえば、元は実在の楕円銀河から取って M87 星雲と設定される予定だったところ、脚本の誤記で M78 星雲となってしまったという経緯は有名ですが、この M78 の由来に関しても時折謎のガセビアが語られることがあります。それは M78 とは本作の企画脚本に携わった金城哲夫氏が沖縄出身であることから、南と那覇にちなんで名付けられたものであるという話。ウルトラシリーズに沖縄ネタが多いのは事実なので、一見もっともらしい話に思えるのですが、戦術のように M78 自体が偶発的な語気から生じたネーミングに過ぎないので、由来なんて仕込まれているはずがないんですよね。しかしウィキペディアでは要出典タグをつけられながらも未だにこの説が掲載されており、一度広まってしまったガセビアを駆逐することがいかに難しいか実感させられます。ちなみに本来付けられるはずだった M87 の名前は後にゾフィーの M87 光線の名称に転用されていますが、こちらは設定上は天体とは関係なくミラクル87万度の意味とされています。さらに新ウルトラマンでは作中では光の星という表現しか出ないものの、米津玄師さんが歌う主題歌のタイトルは M87 となっており、本作の光の星は M87 星雲にあるのかなという考察もよく見られます。
ましたね。なんでも米津さんはもともと曲名を M78 と付けようとしていたところ、庵野さんから現実の M87 の方が設定に魅力があるとの意見があり、それを快諾して決まったそうです。今後新ウルトラシリーズの続編が作られることがあれば、作中でも M87 星雲の存在が語られるのかもしれません。レオパルドンの着ぐるみの謎、言わずと知れた東映版スパイダーマンに登場するレオパルドンは、東映特撮で初めて等身大ヒーローの上記としての巨大ロボというコンセプトを打ち出し、バトルフィーバー以降の戦隊ロボにも影響を与えた存在であると同時に、あらゆる敵をソードビッカーの一撃で瞬殺する最強の瞬殺ロボとしても知られています。放送開始当初こそアームロケットやアークターン、レオパルドンストリングスなど様々な武装を駆使して戦っていたレオパルドンですが、途中からソードビッカーの投擲による瞬殺がお決まりとなり、2005年に最初で最後の DVD ボックスが発売された際には、公式サイトにも特撮史上最強秒殺ロボットとまで歌われるこのレオパルドンと書かれていたほどでした。またソードビッカーの印象が強すぎて意外と知られていないかもしれませんが、変形前の宇宙戦艦マーベラーのまま敵を倒してしまう回も少なくなく、いずれにしてもロボの状態での立ち回りシーンは中盤以降は稀となっています。そしてそうなった理由として、たまにネット上で語られるのが、レオパルドンのスーツは破損か紛失、あるいは盗難か何かで使えなくなってしまったので、以降は診察が不可能になり、バンクの使い回しを余儀なくされたというお話。しかしこれに関しては明確なソースが皆無であり、真偽のほどは分かりません。さすがに盗難説に関しては、そんな大事件があったなら公式資料で言及されないはずがないので、どう考えても作り話でしょうね。実際のところはスーツが高桁のため、アクションがしづらく、敵との慎重さも出てしまうので、立ち回りを諦めて投擲系の必殺技に頼らざるを得なくなり、加えて尺も十分にないため、必然的に瞬殺になっていったというのが実情のようです。今でこそフォーマットが確立していますが、当時は何といっても等身大ヒーローの活躍を一通り描いてから巨大戦に突入という構成は東映にとって初めての試みでしたからね。また DVD のブックレットの記述によれば、特撮研究所が担当したレオパルドンの特撮はおそらく当初からの契約により第4話分で終了となっており、それ以降バンク以外のレオパルドンの登場シーンは本編班の担当だったそうですから、戦闘シーンの少なさにはそのあたりも関係しているのかもしれません。そんなレオパルドンですが、近年ではスパイダーバースの展開に伴ってまさかのアメコミ版への出演も果たし、ファンを喜ばせています。九段のソードビッカーも設定が盛られて即死兵器のような扱いになっているので、いつか実写映画でもレオパルドンの八面六臂の活躍が見られることに期待したいですね。ということで今回は特撮ガセビアの沼の第5弾をお送りしました。この動画が好評であれば今後もさらに続けていきたいと思いますので、皆さんも取り上げてほしい話題のリクエストなどあればぜひコメント欄でご意見をお寄せくださいね。はい、最後まで見てくださってありがとうございました。この動画のシナリオは後ほどメンバーシップの限定投稿にて公開いたします。特撮書士パンナの活動はご覧のメンバーシップの方々と、動画を見てくださる全ての皆様の応援によって支えられています。このチャンネルでは今後も特撮に関するいろいろな動画を投稿していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。概要欄に Twitter のリンクも載せているので、こちらもよければ覗いてみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。特撮書士のパンナでした。